写真拡大。全2枚。新型コロナウイルスの影響で中止になった今春の第92回選抜高校野球大会の出場校に選ばれていた32校を招待して8月10から12日、15から17日の計6日間で各校が1試合ずつ戦う2020年昨年の甲子園で春夏連続4強の明石賞、兵庫は16日の第1試合で桐生第一、群馬と対戦することが決まった。法律の星、名将の対戦相手が決まった。夏の甲子園で優勝経験もある桐生第一、オンライン抽選会に参加した明石賞の主将で高校通算32発の久田亮斗外野手、3年は宇の番号札を選んだ直後ににやりと笑った。やりたかったチームの一つです。左腕の宮下くんは制球力があるし、チーム力はとても高い。うですか？好きなんです。テストの選択問題などで困った時もうです。コロナ禍で約2ヶ月も全体練習はできなかった。その間はトレーニングがメイン。辛い時間が心と体を成長させた。6月15日に全体練習を再開。その後の練習試合で3本塁打を放ち、今週のドラフト候補生の高校通算は32発となった。頼れる主将と並ぶチームの大黒柱も巣ごもりを利用して進化した。最速151キロ右腕のエース中森俊介投手、3年はコーチから動画配信されるトレーニングのメニューに従い下半身を強化。7月4日の智弁和歌山との練習試合で148キロをマークするなど調整は順調で、下半身に柔軟性が出てきた。甲子園で151キロを超えたいと自己最速の更新を誓った。昨年からチームを牽引する2人は昨年の春夏連続4強にも貢献。今年の選抜が開催されていれば、公立校では2009年の聖鵬長崎以来の頂点も夢ではなかった。だが気持ちを切り替えて目指した夏の甲子園も中止。ライタは兵庫の代表として他のチームの思いも背負って最後まで諦めずに戦いたいと話し、中森も悔しい思いをしたけど最後に甲子園で試合ができて嬉しい。勝って終わりたいと宣言。プロ注目の2人がもうすぐ甲子園に帰ってくる。臼杵隆、明石賞狭間善徳監督、桐生一は全国制覇の経験も強いチーム。最後に強豪とやれて嬉しい。甲子園で試合ができることに感謝したい。1試合だけなので思い切ったこともやりたい。